英雄の心は英雄が知る。小牧長久手の激戦を終えた秀吉は家康と講和した。最大の脅威が去った秀吉はいよいよ天下統一に向けて本格的に動き始める。秀吉はたびたび自分の背後を脅かしてきた四国の長宗我部元親に狙いを定めた。秀吉は心中した中国の大大名毛利家に出兵を要請。じわじわと元親に対して圧力をかけていった。天下統一の将、四国征伐。己の道を行くだけだ。火種は絶やさねばな。長宗我部元親は再三の降伏勧告を拒否しております。秀吉様、ご決断を。あっとる、衝突は避けられんな。天下統一に向けた戦、四国の地から始めるで。おお、高掛殿、よう参られた。この四国討伐、毛利にも頑張ってもらわねばの。お任せください。徳川の遠兵として来た。お前のそばにいると昔を思い出す。あれが秀吉の子外か。彼らは今後陣営の支柱になっていくだろう。だが仲が良いほど一度亀裂が入ればたやすいもの。仮に俺が敵だとしたら彼らを疑心暗鬼に陥らせるだろうな。毛利の実権は慶が握っているのか。慶の主は何をしているのだ。歴史家になる夢を叶えるためすっぱり表舞台から身を引きました。周りからご隠居なんて呼ばれて嬉しそうです。我が父ながら変わった人ですね。慶には礼を言わねばと思っていた。大返しの時追撃されれば我らは危うかった。礼には及びません。あなたは毛利家と秀吉様の橋渡しをしてくださったのですから。それにあなたが味方にいれば随分楽ができます。私は書物を枕に昼寝でもしてましょうかね。どうかしましたか。いや、似たようなセリフを吐いていたものを思い出しただけだ。先遣隊が中央砦に突出している。まずは彼らとの連携回復を第一とする。では北砦と北東砦を落としました。進軍道を確保し
先遣隊との連絡網が作れます。遅刻の魂、足場に刻みつけろ。反骨の調べ、最初に奏でるのはお前だ。私もうやればいいんでしょ。やるわよ。何だろうが、抗ってやるわ。上等、見ろ、お前の反骨魂の輝きに皆惹かれ発奮している。うわ、四国には女神がいるんだ。誰の相手でも負ける気がしねえ。ちょっと嬉しいわ。ありがとう。船を一つでも失えば退路を断たれる。当然敵も狙ってくるゆえ注意すべかな。それで終わりだ。ジョちゃんには一般の恩があるしね。足場の骨もらうよ。せろ、始末する。ただ奴を崇拝する男たちの前で撃っては逆効果。北砦に誘い込み秘密裏に排除する。女が知らずに消えれば男どもは戸惑う。目くらまし役を買います。なるべく早く誘い込んでください。責任を果たす。俺たちの女神が足場に向かえた。女神の仇、何としても撃つぞ。私このまま終わりたくない。なぜかしら。本気だ。これで終わりだ。私の本気に答えたかった。ようやく着いた。今からわしも参戦するで。いきなり広がった。頑張ってる。これで終わりだ。敗北条件変更。天下人、聞け俺たちの魂の叫びを。天下人の戦、見せつけちゃるわ。物量で押し、一気に蹴りをつけるんじゃ。開門。とくとん
秀長殿の船を爆破する気でしょうか。とにかく止めねばなりません。これで終わりだ。また一つ。任せておけ。秀長殿が危ない。急ぎ敵兵の配置。秀長さんの言うさ、もはや物量持ちだ。俺の軍略が入る余地はない。四国の美味しい魚でも食べたら、大和に帰って勉強でもするかね。よくぞ務めを果たした。さらに励め。撃ち取ったり。ようやった。この調子で敵本陣へ迫るんじゃ。わらわはどんな時も諦めぬぞ。かかってまいれ。わらわはここじゃ。開門。あの隊少々引っかかるが、まあよい。娘を撃て。その後敵本陣を包囲する。足元を救われたか。討ち取ったり。塩でお肌がベトベト。でもみんな頑張ってるんだから止めれない。秀吉様は何としても守り通せ。任せておけ。障害を排除した。私が師匠無念なのじゃ。開門。我が義成、これにあり。我が忠義、我が武勇、僕と味わえ。開こうよ、排除せ。戦場に散った魂を俺に戦えと叫んでいる。行こう、魂の叫びに応えるために。開門。風。
分じゃ。天下にわしの力を見せつける必要がある。障害を排除した。開くと排除する。天下統一にまた一歩近づいた。朝から晩まで。いつまで俺の後ろに突っ立っておいでで。すまん、釣りの邪魔かと思ってな。後ろにいるだけで十分邪魔ですよ。あんたが険しい顔で睨んでるせいで魚も寄りつかない。俺の願いを聞いてくれ。友に忠告されたのだ。俺はどう思う？時に傲慢に見えるらしい。お前のような優れた者がそばにいればそんな誤解も少なくなるだろうと。俺にあんたの子守をしろと？六は二万石、俺と同等だ。なるほど、あんたは傲慢だ。六を積めば人の心を変えると思ってらっしゃる。だが、あんたの決意は伝わりましたよ。これからは、殿と呼ばせてもらいましょう。左近。あと一つ、俺の願いも聞いてもらえますかね。今後、釣りにお付き合いいただけるなら、その素敵な顔でお願いしますよ。